はい、こんにちは。今回はサックスの構え方についてお伝えしたいと思います。サックスのですね、構える時の姿勢というかですね、姿勢だったり、その自分の楽器の位置っていうのはですね、いい音だったり、正しいフィンガリングをする時にすごく重要なんですね。で、これがしっかりいい状態になっていないと、まあいい音で吹けなかったり、まあ指がなかなか回らなかったりとかするので、まあちょっと、見てみていただければなと思います。で、基本の考え方なんですけれども、サックスを構えるときっていうのは、まず体はまっすぐ立ちます。こう足を肩幅に開いて、背伸びをしてドンと降りたような状態に、まず姿勢っていうのはまっすぐ、こんな感じですね。まっすぐなるべく、するようにします。で、その上で楽器をどういうふうに持つかっていう話なんですけども、楽器はなるべく、固定します。どういうふうに固定するかというと、右手を、サムレストにかけて、ここはストラップにかかってますよね。で、こういう形でしっかりこの右手の手の腕の部分っていうのを体にしっかりこうバチッてつけてあげるんですね。こういうような状態だったりとか、こういう状態ですね、こう脇が開いていて、固定できない状態で吹くとこうフラフラしてしまうので、歌口の部分が、なのでそのリードにかかる圧力が、変わってしまいますし、少しの、変化でリードの圧力変わってしまいますし、指も常にこう、楽器を持っていなければいけないことっていうのを手が意識しなければいけないので、思ったようにフィンガリングできないっていうことが起こります。なので楽器はなるべく、楽器もできればなるべく体につけて、楽器を体につけないとしても、アルトの場合は基本的には楽器つけなくていいんですけど、テナーの場合なんかは楽器つけたりします。楽器をつけなくても、この腕っていうのをしっかり体にこうつけてあげて、固定するというふうにしてあげると、かなり楽器が安定します。で、それから、もう一つ大事なポイントがあって、こう楽器を右手をこう前に出した時に口に自然に入る状態っていうのがいいストラップの長さなんですね。これストラップの調整の問題なんですけれども、今これストラップが少し短い長いですね。下すぎる状態です。なのでこの状態だったらちょっとストラップを上げます。一番理想な状態っていうのは、こうやって右手を前に出した時に口の中にスポッと入ってこう吹ける状態っていうのが一番いい状態です。この状態にしておけば、この視点からの長さっていうのは基本的には変わりませんから、どんな位置に、持っていっていてもこう吹けるわけですね。で、こういう状態が理想的なサックスの、ストラップの長さですし、サックスの持ち方ですね、構え方になります。なるべく自分の体が自由な状態というか、自然な状態というか、自由に体が振動できる状態っていうのを作ってあげるのがサックスのいい、持ち方になります。ちなみになんですけど、実際プレイしてるとだんだん楽器の重みでストラップっていうのが下の方に落ちてきちゃうんですね。こんな感じでミリ単位で落ちてきます。そうするとちょっと変わるとかなり吹き心地変わってきてしまうんですね。なので知らず知らずのうちに噛んでしまったり、知らず知らずのうちに息がたくさん入るようになってしまったりっていうことがあると思います。なので、結構頻繁にこのストラップの長さっていうのは調整してあげた方がいいですね。何かちょっと不快に感じたらストラップの長さであったりとか、例えばマウスピースの、曲がり具合であったりとかですね、ネックの曲がり具合であったりとかっていうのを調整しながら、自分がいかにこう快適な状況で、演奏できるかっていうのは非常に重要なことですので、常に意識しながら、やってみるようにしてみてください。課題というかですね、ぜひ、実際にこう構えてみてもらって、今言ったような、その2点ですね、体にちゃんと腕をつけてこう脇を締めるっていうことと、そのストラップの長さっていうのをですね、ちょっと調整して写真を撮っていただければと思います。顔を写るのがちょっと嫌だなっていうことだったら別に無理に送らなくてもいいんですけれども、もしよろしければ、撮って送ってください。で、撮るときは、正面とこう右側と、こう撮るように、右正面ですねになるように、撮って送っていただければと思います。ちなみにここからちょっとテナーの話になるので、テナーじゃない人は飛ばしていいです。で、テナーも持ち方は一緒です。テナーの時も、右手はここにつけて、こう右手を前に出したら口に自然に入る位置ですね。こうアルトと同じ考え方です。にしてあげてください。こういう状態ですね。正面から見るとこういう状態、ね、こういう状態にしてあげると、楽器の、ストラップの長さであったりとか、サックスを構える姿勢としてはすごくいい状態です。ということなので、ぜひちょっと自分で試してやってみてください。以上です。